皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回からは具体的な予言の内容に入っていきます。驚くような内容もありますのでお楽しみに。2022年元旦の予言。私たち国民がもう一度自分たちの力と権利と自由を取り戻すことを願っています。さて、世界をカバーする具体的な予言に入りましょう。これまでのように番号をつけたわけではありませんが、ある程度分類してみました。最後に経済を取り上げますが、これは今年を簡単に要約しています。すべてを網羅したわけではありません。というのも、一度情報が流れ始めるとどんどん私の中に流れ込んでくるので、一日中ここで予言をしていられるほどです。年末年始から2月下旬までの間、住宅火災や集合住宅の火災が増加するでしょう。これは悲しいことに暖房需要の増加と、人々が暖を取ろうとすることが原因です。暖房器具の扱いには十分気をつけてください。2022年初頭にはこれまで警告してきた食料不足が本格化します。主にカナダ、メキシコから米国へ、国境を越えて入ってくる物資が遮断されます。主にカナダと米国のトラック運転手や労働者による大規模なストライキが発生するでしょう。気象現象に関する新しい法律に加えて、旅行ルートを閉鎖するような事態が起きます。失業率が上昇し、食料品以外にもあらゆる商品が不足して、多くの商品が手の届かない価格や高すぎる料金になるかもしれません。中国はもちろん世界を支配したいと思っています。ずっと支配を望んでいます。特にアメリカは中国が最も支配したい最後の砦です。彼らが狙っているのは世界市場だけではなく、通貨システムもそうです。主にアメリカ経済の支配を計画しています。中国は米国の市場と資金の流れに何らかの攻撃を仕掛けてくるでしょう。2020年に行ったバグによるテロ攻撃のように、あれが生物学的な攻撃だったことは分かっていますから、中国から米国に新たな攻撃が仕掛けられます。2022年に全ての攻撃が行われるとは限りませんが、中国の目標は遅くとも2024年から2025年までにそれを達成することです。ありがたいことに長期的には失敗となるでしょう。メディアの狂乱、ドナンプとバデインの周辺で、真実を隠蔽しようとする戦いが失敗し、真実が表面化します。私が見たビジョンは、真実を隠そうとする戦いの際に、メディアが狂ったように何かを隠そうとするのですが、今回はとても大きなことです。それはドナンプとバデイン両方に関わることで、真実を表面化します。スピリットが私に与えた情報はこれが全てであるため、それが何を含んでいるのか 100% 明確ではありません。私がそれは何かと尋ねたら、スピリットはあなたに全てを見せればそれはショッキングではなくなると言いました。もちろん物事は常に変化し、領域内の別の未来の現象にシフトする可能性があることは言うまでもありません。そのことについてスピリットは正しいのです。食品の貯蔵、穀物、豆類、芋類、種などの食料を溜め込んでいるのは中国だけではありません。ゲイツやベゾスのような億万長者や、エリートを守ろうとする最大級の地下軍事基地を持つ卑しい者たちが、特にアメリカ、カナダ、メキシコ、そしてヨーロッパやイギリスで実際にこれらの食料を溜め込んでいます。これによりいくつかの株式市場の会社は、悲しいことに存在しないものとなります。一方で少数の選ばれた小さな市場の会社は、卑劣な政治家や億万長者が内部取引で現金を得て有名になります。ビル・ゲイツ。ビル・ゲイツと彼の財産は再び上昇するでしょう。彼はイーロン・マスクに抜かれたばかりです。おそらくイーロン・マスクとジェフ・ベゾスと並んで、次の3人目のビリオネアになるでしょう。
私にとってはどうでもいいのですが、スピリットが示したので書き留めておきます。農家。2022年には農家は悲しいことにこれまで以上に大きな打撃を受けることになるでしょう。これは彼らの計画の一部です。政府が社会を奴隷化するためのさらなる動機として食料供給システムを乗っ取ります。暴動の発生。食料品店や食品市場、その他の供給箇所で暴動が発生します。食料に関する法律や規制が人々を飢えさせ、彼らを怒りや復讐からの暴動に駆り立てます。これは主に外国で起こります。闇の食品市場。闇の食品市場と食料供給は、次の巨大な金儲けの手段になります。特にカルテルや犯罪者、つまり犯罪的な政治家にとっては、闇市場はすでに始まっているかもしれませんが、これが彼らのやり方です。欲しいものがあれば闇市へ。ステーキが食べたい。高いお金を払わなければいけないでしょう。これはすでにメキシコで起こっていることだとスピリットが私に言っています。海産物の不足。海産物の不足は2022年の春頃から影響が出始めます。以前私が予測したように、一部は輸送の問題によるものですが、これらの不足の大部分は嵐によって荒れた海によるものです。アーチ型のロゴのような大企業が、巨大な漁船の管理をしています。過去数回のビデオでお話ししたように、アラスカの海で最も多くの魚を取っているのはあの会社です。彼らは他の海域でも漁ができるのに、小さな漁師たちは漁に出られず苦しむことになります。もしあなたが次回あの金色のアーチのドライブスルーに行くことがあったらそれを思い出してください。闇市場の漁師。闇市場の食品に続き、今度は闇市場のための漁です。夜に漁をする闇市場の漁師が現れます。これもまたカルテルによる買収が原因の可能性があります。大企業が海賊を雇って、闇市場の漁師たちを襲います。これはとても気分が悪いことです。おそらくアーチ型のロゴのような大企業が海賊を雇い、文字通り海賊が海に出て、闇市場の漁師を襲うのです。しかし彼らは本当の闇市場の漁師ではありません。彼らはグレーマーケットのようなもので、家族を養おうとしています。彼らがそこにいるのは自分の生活のためです。私はこれをグレーマーケットと呼びます。中間的な市場です。彼らは家族を養わなければならないので、制限されていても漁に出ているのです。アメリカのウォルマートでは事件に関連した犯罪が大幅に増加し、地元警察が通常よりも忙しくなると思われます。ウォルマートの中には警備員だけでなく、地元の警察を独自に雇うことを余儀なくされるところもあるでしょう。ウォルマートで発生する大規模な銃撃事件は、一つは不満を持った従業員によるものです。これは数年前にも話題になりましたが、私が予言した後に起こったことで、それに似ていますが全く同じではありません。第2ステップ。獣の刻印のための大きな第2ステップは2022年に開始される予定です。これについては詳細が見え次第今後の予言で詳しく話していきます。自転車について、地球上のいくつかの地域では、自転車が新たな、より好まれる交通手段として普及するでしょう。ある地域では足と自転車が絶対的な唯一の移動手段になります。これは政府が車両を没収してキューブ状に潰し始めることで、様々な形でやむを得ず強制されます。車泥棒はすぐに自転車泥棒になります。そして燃料泥棒となります。いかがでしょうか？最後の予言が印象的でした。車両が潰されて自転車が普及する。10年前の東京では自転車に乗る人が急増し、高級自転車の窃盗が横行していましたが、そのような状態でしょうか。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、
コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。